皆さんこんにちは。東京都障害者総合スポーツセンターです。この動画では自分自身の普段の歩き方を見直し、より良い歩き方を紹介します。この動画を見て楽しいウォーキングライフにつなげましょう。それではレッツウォーキング。運動の前に体調を確認しよう。熱や風邪の症状はありませんか？疲労感はありませんか？睡眠、食事は取れていますか？皆さんは普段の日常生活の中でこんな経験はありませんか？なんか最近肩も凝るし、腰も痛いし、膝も痛いし、これどうにかならないかな。ちょっと待った。その悩み、私が解決しましょう。あ、あなたはウォーキング&ランニング入門教室の担当の職員さん。この動画を見てる皆様も彼のような悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか？ここで先ほどの彼の歩き方を振り返ってみましょう。このように猫背で歩いたり、つま先と膝の進行方向が異なっていると体に様々な影響を及ぼす可能性があります。 1. 猫背が体に及ぼす影響。大人の頭の重さはおおむね5キロ程度と言われています。この5キロの重さを常に支えているのは首や肩となります。正しい姿勢であれば頭の重みが負担になることはありませんが、猫背になることで過度に首や肩に負荷がかかり、肩こりの原因になります。また猫背によって腹筋や背筋を適切に使えず、背骨やその周辺の筋肉を使って体を支えてしまうので、腰を痛めたりする可能性もあります。 2. つま先と膝の進行方向が異なることで体に及ぼす影響。歩く進行方向に対して膝とつま先の向きが合っていないと、進行方向のベクトルにズレが生じて過度に負荷がかかり、膝の内側や外側に痛みが出る可能性があります。普段何気なく歩いているだけで体にそのような影響があるなんて驚きですよね。それではここから正しい歩き方について紹介しましょう。やった！正しい歩き方のポイントは全部で3つあります。 1. 胸を開いてまっすぐ前を向きます。 2. 肩の力を抜いて腕を自然に振ります。 3. つま先と膝は進行方向に向けましょう。これらのポイントを意識することで次のような効果を期待できます。胸を開いて正しい姿勢を作ることにより骨盤が前傾して体を前に進めやすくなります。目線が下がることで骨盤の位置がずれて重心が後ろになる場合がありますので、目線はまっすぐ前を向きましょう。肩の力を抜くために深呼吸をしてみましょう。肩の力を抜くと腕がスムーズに振れます。腕が前後に自然に振れると骨盤が前後に動くため足が動かしやすくなり、歩幅が広がります。肩の力を抜いて腕を振ることで肩甲骨がたくさん動き、肩こり改善にもつながります。歩く時の膝の進行方向とつま先の向きを揃えましょう。膝関節のねじれが起こらず痛みはなく歩けます。片側麻痺の方については無理に足の向き、膝の向きを揃えようとすると歩行時のバランスを崩す可能性があるため、できる範囲で取り入れてみてください。へえ、ちょっとした意識でこんなにもたくさんの効果を得ることができるんですね。そうなんです。このちょっとした意識が日々の自分自身の体に変化を与えることができます。どうしたの？まだわからないことでもあるの？実際の体の動かし方は分かったんだけど、お家で手軽にできることがあったらいいんだけどな。そんなあなたに自宅でできる簡単ストレッチを紹介。やった！
人間の体はつながっており、上半身、下半身がそれぞれ連動して動くことで、体本来の自然な動きができるようになります。そうすることで、歩きやすさや体の動かしやすさにつながります。筋肉がほぐれていて、体にストレスがかかっていない状態であれば、自然な腕振りや足の運び、自然な体幹部分の動かし方ができ、効果的に歩くことができます。しかし日常生活の中で疲労や体の歪みなどが原因で体の連動性が低くなる場合があります。特に足が上げにくい人、つまずきやすい人は下半身が原因ではなく上半身の筋肉が硬くなっていることが原因で、筋肉の伸縮性が弱くなり関節可動域や動作に支障をきたしている場合があります。今回紹介するストレッチを実践してより自然な動き作りを行えるようにしていきましょう。自宅で簡単に行えるストレッチの内容なので、ぜひチャレンジしてみてください。ストレッチ中の注意点は全部で3つあります。 1. 筋肉が伸びることを意識して行いましょう。2. 痛みがない範囲で行いましょう。 3. 運動中は息を止めずに実施してください。 1. 肩甲骨周りのストレッチを行っていきましょう。骨盤を起こして背筋を伸ばした状態で座ります。体の前で手を組み、肘を横に開かないように手を頭の上に上げます。この時姿勢が悪かったり肘を外に開いて行うと、肩甲骨や肩関節の正しい動きが得られにくいため、ポイントを意識して行ってみましょう。片側麻痺の方は腱側で関側の手首を持ち、なるべく関側の肩の力で持ち上げるよう意識してみましょう。先ほどの肩甲骨周りのストレッチを座って行うことができない場合は、仰向けの状態で行ってみましょう。実施上の注意点は座って行う場合と同じ内容なので、そちらを意識して行ってみてください。次のストレッチは体幹部を意識したストレッチになります。まず椅子に座った状態からスタートしましょう。このストレッチはポールを使用します。ポールがない方は何も持たない状態でも実施できる内容になりますので、ぜひチャレンジしてみてください。骨盤を立て背筋を伸ばした状態からスタートします。ポールがある場合は体の背面で両肘にポールを挟みます。その状態から体をひねり回旋運動を行いましょう。ポールを肘で保持できない場合は器具なしで行ってみましょう。あれから正しい歩き方を意識するようになってから、体の調子がどんどん良くなってきた気がする。やっぱり意識して歩くことって大切なんだな。歩くの楽しいな。歩くことは日常生活の中で欠かすことのできない動きになります。いつまでも元気に歩けるように、日々のちょっとした意識を持って歩いてみてくださいね。さあ僕もウォーキングに行こっかな。今回の動画は以上となります。皆さんいかがでしたでしょうか。今回紹介した動きをマスターできるよう日々チャレンジしてみてください。このチャンネルでは様々な動画を配信していますので、動画のチェック、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。